花尾芳郎の音楽魂。はい、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。もう8日になってしまいましたけどもですね、今日も早速ね、レギュラー陣をご紹介しましょう。はいはい、松下俊美さんでございます。はい、こんにちは、よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。桜田武さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。どうでしたか、お正月は今年の。なんかずっと家にいましたね。なんかね、実家にも帰れず、旅行にも行けず。行けずね。なんかね、静かな僕もね、正月迎えましたけどもですね。はい。今年はね、まあ、希望を持ってね、生きていかなきゃいけない年になるかもしれませんけどもですね。よろしくどうぞお願いいたします。よろしくお願いします。金尾城の音楽魂、本日ね、お正月新春スペシャルということでですね、はい、おなじみになりましたゲストをご紹介しましょう。はい、菊田俊介さんです。はい、どうも、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。いかがですか、ね、お正月はどんな感じでしたか。もうまったりと、ね、家にいて、ね、もうのんびりしつつギター弾きつつみたいな、ね、はい、感じですね。はい、自分もあの実家に帰らずに、そう、おふくろが美味しそうなおせち料理の写真だけ送ってくれました、ね、美味しいよ。あとっても美味しいよ、ね、来年まで待ってねみたいな感じですね。なるほどね、そういう、まあ、皆さんね、ご苦労が多いと思いますけども、菊田俊介さん、今レコーディング中っていうことですか。もうレコーディング終わりまして、はいはい、でマスタリングも終わってですね、もういよいよもうプレスに出すっていう感じになってきたんですよ。はいはいはい、はい、うん、これはアコースティック、そう、完全の全アコースティックソロ、なるほど、全部一人でやってるんですけど、一曲だけね、はい、去年フランスツアー行った時に、うん、エル・ホゼと二人でやったテイクがありまして、でそれ一曲だけ入れてんですけど、僕お会いしましたね。そうですね、はい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 、フランスのね、でそれ以外はもう全部自分で一人で弾き語りです。まあでもこのアコースティックのバージョンっていうのは今まではそう初めてですね。1曲とか2曲とかアコースティック入れたりはあったんですけど、うんうんうん、全部アコースティックっていうのは今回本当初めて、うん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 、これね動画撮ってますけども、こういうアルバムがね、今日はちょっとねまだねそう持ってこなかったですけど ね、あれですけどもね、これ発売いつ頃になりましょうかね。とりあえずなのでちょっと発売どうしようかって今考えてましてね、今こういう状況なので、うんうん、せっかく出すんだったらレコ発ツアーとかもやりたいから、ね、ちょっとそういうのができるような少しこう空気感になってから出そうかななんてちょっと思ってて、うんうん、なるほど、最初はもう今頃の年明けに出そうかと思ったんですよ、うん、はいはい、でもちょうど今ねちょっとこんな感じになったので、うんうん、少しまあ1ヶ月かそのぐらいずらしてうんうん、出すかなってみたいなね、ちょっと考えてるんですけどね。ああ、そうありますよね、うんうんうん、なんかタイミングがね、僕らってなんかやっぱり早めにライブのスケジュール組んだりとかするんだけども、うんうん、どうしてもなんかこういう風になっちゃうと ね、なかなかその延期だとか中止とかにね、うん、なっちゃいますけども、まあ、でも多分2月か3月にはもう出そうとは思ってるんですけどね。なるほど、もう音は完全にできてるので、はいはいはい、これ楽しみですよね、うん、これIn a room、うん、ね、In a room、 In a room、 部屋で、部屋で、まさに部屋で録音したっていう、ね、でこのジャケットのその部屋がまあ、自分のその部屋なんですけどね。あ、そうなんですか。そうそこでね録音したんですよ。これなんか素敵なホワイトルームみたいな感じですよね。ということでね。これも楽しみですけども、なんかお便り来てますでしょうか、松下さん。はい、はい、今確認中でございます。あ、そうですか、はい、これおはがきがね来てますよ ね、京都の京子さん。あ、京都の京子さんはねこの手作りの ね毎年ね、うん、いただいています。牛がこうほら、あ、これ貼り付けてある 牛の ね折り紙ですね。折り紙が、新春来福、人生は採用が馬ですが、いつも風紀安楽でありたいと願います。うん、風紀安楽、はい、ね、やっぱりね、令和3年元旦、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いつも手作りありがとうございます、京都の京子さん、ありがとうございます。京都の京子さん、はい、はい、続けていきますか、うん、じゃあですね、ペンネームマリとももこさんの、ももこさんかな、あ、ももこさん、はい、はい、ありがとうございます。加納さん、としみさん、菊田さん、桜田さん、キキさん、こんにちは、うん、そして明けましておめでとうございます。おめでとうございます。音楽魂新春スペシャル楽しみにしていました、うん、緊急事態宣言が再度出され、ライブが中止になってしまったり延期になったりして悲しい中、うん、加納さんのラジオで、はい、加納さん、としみさん、桜田さん、ゲストの皆さんの元気なお姿を拝見でき、そして歌と演奏に元気をいただいています、うん、こんな時だからこそネバーギブアップ、本当にありがとうございます。ネバーギブアップがあったね新春スペシャル将軍ブルース菊田俊介さんの生演奏を楽しみにしております。将軍オブザブルースね、はい、はい、今年もどうぞよろしくお願いいたします。将軍ブルースです、はいはい、いいんです、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ももこさんね、まあ、菊田俊介さんといえば、あの皆さんご存知でね、何度もね、あのこの番組にもお越しいただいてますけども、あの、まあ、シカゴでね、いろんな、ね、うん、ミュージシャン、シカゴブルースマン、まあ、もちろんココテ・エーラーさんのね、あのずっとギターをやられてて、ビビキングとかいろんな方とね、あのやってこられましたけどもですね、今のシカゴってどういう風な状況になってますかね、うん、もう全然やっぱりライブやれてないですよね。あ、うんうんうん、12月ちょっと行ってきたのね、もう去年多分、うん、2月か3月ぐらいからもう全然やってないじゃないですか。あ、まあ、今でももう全然やってないですよね。そっか、日本よりひどいですよね。特にね、あのシカゴのあたり一番ひどいんですよ、うん、アメリカの中でも。なるほど。クックカウンティーのあたりはね、そう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 、そうか、なのでみんなもうすごもってんじゃないですかね。なるほどね、もう世界的にね、そういう風な状況ってありますよね。そう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 、そうなんですよね、うんうんうん、だから日本はまだね、あのこう、うん、ライブちょこちょことまあやれてるだけ、状況はまだ他の国に比べるといいかもしれない。なるほど、まあね、うん、そうですよ、そう、アメリカはひどいもんね。そう、うん、そう、まあ規模が違うからね、うん、1日何万人とかね、うん、そういう規模が、そうなんですよね、うん、でもまあ結構ライブたくさんありますよね、今回、今回ですか、ツアー、ツアー、あー、そうですね、結構ね、5月ぐらいまで、うん、まあかなり入ってまして、うん、明日あの中野のブライトブラウンでね、あの明日ですね、そう、あのこのスケジュールまた後でね、はいはい、ご紹介いたしますけども、はい、早速明日ですか、明日、ね、そう、明日なんですよ、あの中野のブライトブラウンで、あの毎年恒例ですけども、はいはい、新春ジャム大会っていうのね、ジャム大会、これ、はい、まあ制限が今回はね、そう、もうあの限定、もう今もういっぱいみたいで、うん、うんうん、やります、まあ、ブルースを引き倒そうっていうね、そこれもあの時間帯はちょっと早まったですね、そうですね、3時半オープンになってるね、うん、スタート4時からっていうことですね、はい、あの20時クローズ、8時には終わると、はい、うん、そうですね、やっぱでもあのライブハウスやる方のお店の方もね、やっぱりこう大変な状況なので、うん、できるだけそのあの自粛に合わせながらっていう、うん、そうですね、時間帯をちょっとずらしたりとかね、そうですね、そういうのありますよね、うん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 、まあなんとか僕らもその人前で歌うっていうことがまあ一つの生きがいだったりとかありますから、なんとかねいい形であのやっていきたいですよね。そうそうね、うん、であとあのやっぱりお客さんというかね、見に来てくる人ももうあのライブ聞きたいよって言ってね、結構ね、うん、あのなんていうの、あのもう待ち込まれてる人も結構いますからね、なるほど、うんうん、やっぱりこう配信でもいいけども、うん、やっぱりこう生で直接その音を、ね、うん、浴びるっていうのがやっぱりこうね、あのいいなっていう一つやっぱ醍醐味だしね、そうそうそう、ね、だから、うん、だからやってる我々もそうだし、聴いてる人たちもね、うん、あ、早くライブ見たいなっていう人結構いますからね、そうですね、うんうんうん、だからまあできるだけそのあの自粛しながらね、あの、まあ、換気だとか、うん、ああいうあの消毒とかね、うん、そういうのもしながら、まあ、こういうあのアクリ板、まあ、ラジオは ね常にそういう風にしてますけども、あと消毒とかねしながら、まあ、あの少しずつやっていくしかないかなと思うんですけど、うんうんうん、ですね、うん、やっぱ続けていかないとね、これはそうなんですよね、と、うんうん、いうことでね、今日はねもう生演奏あの行きますか、はい、早速ですけども、今日アコギのなんか今日はねアコギを持ってきてたので、うん、素晴らしい。なんかそれはどういう、これあの5段っていうあのカナダのメーカーなんですけどね、はいはい、エンドースしていただいて、これあの3本あるんですけど、はいはい、このピックアップのこれ1つついてるバージョンでね、すごく
気に入ってて、今回のレコーディングのこれを中心に使ったんですよ。あ、そうですか。じゃあの新しいじゃアルバムから、はい、あの1曲ちょっと日本語の曲をねじゃあお届けしたいと思います。あの自分があのシカゴに行ったばっかりの頃に、はい、いろんなやっぱミュージシャンに出会ってね、はいはい、でこうブルースをいろいろ教えてもらったりやっていくうちにもうブルースが大好きになっちゃったっていうね。なるほど。ブルースに恋してっていう。いいね。なるほど。じゃあ G でいきます。はい。ブルースなんて全然なかった。僕の田舎ではブルースなんて聞いたことなかった。僕の人生にいつも何かが足りなかった。シカゴに行ったらみんなブルースやってた。オーナイロン、イエス。クラブやストリートでみんなブルースやってた。 All year long。 ブルースで惚れちまった僕はもうメロメロさ。 Break。 ジュニアウィルズに会ったよ。 Hey、 そこの若そう。俺はミスターウィルズなんて呼ぶなよ。マサファーカーって呼んでくれ。真っ赤なスーツを着たジュニアはめちゃかっこよかった。 Break。 レフティディズニーあったよ。サウスのクラブだった。ポケットからなんか出したんだけどさ、ウイスキーの小瓶だったよ。ワンバーボン、ワンスカッチ、ワンビール。ギターを抱えてレフティが言った。まあ飲めよ、それからジャムろうぜ。ここテラにあったよ。ギターなかなかいいじゃない。私のバンドでプレイしない。ワンダンドゥドー。オーナイロン、ヘイ。オーナイロン。ここのぶっとい声に僕は釘付けになった。すげえ。さかなクン。一緒だった。ビビのルシールチューニングしちゃった。やったぜ。 Rock me baby。 Rock me all night long。 Keep on playing a blues sound。 ビビの声が響いた。 Thank you Mr. King。 ブルースに恋して、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 僕はもうメロメロさ。もう一回。ブルースに恋して、ブルースに恋して、ブルースに恋して、ブル
ス越してブルース越して僕はもうメロメロさ。ブルース最高。イエーイ、ありがとうございます。楽しいね。桜が楽しいギター、イエーイ、ギター楽しかった。ありがとうございますね。あのなんかこうずっとやっぱりこういろんなあの自分がこうね、あの今まで の、 あの経験がこうその中に散りばめられていてね、ついこうやっぱ聞いてし、うん、ストーリー聞いてしまいますけども、うん、楽しいですよね、なんかこうねブルースっていうとこうなんていうのか、やっぱ悲しい歌多いじゃないですか。そうなんです。なんですけど、はいはいはい、やっぱりあれあのこう黒人さんの知恵なんでしょうね。その辛いとか悲しい経験を、うん、こう歌って楽しんでもなんか歌い飛ばしちゃうっていうかな、うん、それでこうなんかあの次にもうつなげていくってこうエネルギーにしていくっていうね、なんかそういうのがすごく詰まってる感じと、だからすごくやっぱ楽しいね、それやっぱすごくね、やっぱ行った時にすごい感じて、なるほど、ブルースなんか面白いなみたいな、でまたこう面白いおっちゃんおばちゃんいっぱいいるしね、なるほどね。それはだからずっと向こうにこう住んでいたからね、あれ分かるんでしょうね。すごいなんかそういうこうやっぱり音楽は楽しむもんだっていうね、なんかそれがすごくこうなんていうの身についてるっていうか、皆さんね、なるほど、ここでだと、ね、一番最初であのその仕事した時に、うん、やっぱり自分緊張してるじゃないですか、でもね、ここが終わった後一番最初聞いたのが、私との演奏楽しんだって言うんだよね、楽しむようなんてないですけど、楽しみましたって言ったら、じゃあまた連絡するからって言ってね、そう。それで居座っちゃったの。居座っちゃった。居座っちゃった。居座らせていただいたって感じですよね。いやいや、でもね、いろんな話をね、例えばギャラを払う時にね、の話とか、いろいろ聞きましたけど、そういうのってなんかすごくリアルっていうかね、なんかこう一枚ずつそうワン、ツー、まるでこうなんか子供にお小遣いあげるみたいなさ、一枚こう数えてくる、もう一回確認しなさいって言うんでね、いやいい、もうちゃんと数えてくれたから大丈夫だよって言うんだけど、もう一回確認しなさいって言ってね、お母さんみたいな、本当にお母さんみたいなね、なるほどね。まあ、そういうね、あのすごくお話もね、いろいろお聞きしたいのですけども、ですね、とてもこの1時間じゃね、間に合う、あの足りませんけどもね、お便りをじゃあご紹介しましょうか。はい、どうぞ。私こちら、いや、これちょっと後でご紹介します。はい、博多のミキさんからね、いただきました。いつもありがとう。あのね、あの昨年もいろいろお世話になりました。今年もよろしくお願いいたします。皆さん新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。去年も本当に元気づけられました。今年もよろしくお願いします。ゲストのしゅんさん、お帰りなさい。ありがとうございます。もう準レギュラーとして出演回数はゲストのダントツトップですね。嬉しい限りです。ミキ君はね、数えてる、細かいからね、数えてるから、ね、で何回目に何を話したとかね、全部チェックしてるから、あんまダブった話をするとあれじゃないですかね。俺は同じことばっかり言うの。まあ年みたいよ。年食ったら同じことばっかり言うの。いや、それはね、私たちからは言えないよね。で、去年は3月に黒崎で楽しみ、11月には佐賀でお会いできるチャンスがあったのですが、はいはいはい、市川ジェームスさんのツアードライバーをやってたため、前日にそこに、いたんで魂だけ残しましたが、会えずに残念でした。今年はなんとか普通にまた楽しみたいですね。今日は新年のスペシャル、楽しんで笑顔でいきましょう。はい、リクエスト、かなおさん、はい、風の中で立て。おお、これなんか予言が、ね、逆風の中でみんなで立ち上がりたいからですけど、いつも通り何でも OK です。しゅんさん、寂しい時、辛い時、自分を愛して大事にしてあげることが大切だと思うので、When you feel lonely ですけど何でも OK です。はい、収まらないどころかますます大変な状況になってきますけど、ここ人が気をつけて免疫力を上げる以外には今のところありませんよね。とにかく良い音楽を聴いて笑顔になる時間を増やしていくことが打ち勝つ方法だと信じています。個人的にも昨年末数年ぶりに体調を崩してしまい、うろたえましたが、年越しでスクワット100回できたし、もう大丈夫です。なるほどね。あと本当に素晴らしいミュージシャンである南雅人さん、残念でなりませんが、この世を卒業されたと思い、残った人たちで素晴らしい音楽カバーという意味ではなく、広い意味で
継承していただけたら、うん、それが一番の供養になると信じていますと。はい、どうもありがとうございます。どうもありがとうございますね、うん、昨日のちょっとあの、ね、そう、あの、ありましたけどね。そうですね、あの、うん、まあ残念でしたけども、あの素晴らしいステージをね、最後のステージを 見せていただきました。ね、あの、まあ、あの、まあ人はいつかね、そういう亡くなるもんですけども、まあ自分もいつどうなるか分かんないけど、やっぱこうやって音楽ね、歌えたりとか、うん、あの伝えられるっていうのは、やっぱり一つのこう生きる糧にね、そうですよ、なるなとつくづくね、あの昨日も思いましたけどもですね、あのいろいろ会えなかった人たちともね、昨日お会いできて、あの内海さんとか新井武さんとか、あの、うん、ゆかとうべんさんとかね、あの、そう、まあ、あのいろいろお話もできたしね、あの素敵な時間を過ごさせていただきました。南雅人さんのね、はい、ご冥福をお祈り申し上げま す、ね、ということで、はい、今日はね、菊田俊介さんですけどもですね、今後のスケジュール、今みっくんから、なんかお話、ライブスケジュールのことでね、はい、博多に行く時ありますよね、はい、これちょっとピックアップして、はい、3月ですね、九州ツアー、まあ、いつもあの3月に九州ツアーやってるんですけども、はいはい、今年もとりあえずね、予定してまして、はい、BB ケンちゃんが12日ですね、3月12日、うんうん、金曜日 ね、福岡市 BB ケンちゃん、はい、で13日は北九州市のストロベリーサワー、そうですね、あ、僕もね、うんうんうん、行ったことあるんですよね。あそこ料理うまいでしょ、うん、そうそうそうそ そう、料理が美味しいのよ、うん、それで、あのマスターがまたいい男で、マスターさんね、ね、うんうんうん、あのそうね、ミキさんが去年ね、こうライブ見に来てくれて、あ、そうですか、うんうんうん、あのストロベリーサラダ、ほら、あのサワーって、あの北九州のほら、僕大学の先輩も、あ、そうそう、あの安倍さんね、安倍さん、うんうんうん、ね、安倍さんもおそらくね、行かれると思う。それ14日が、3月14日が佐賀になります。そうですね、ラグジーですね、ラグジー、はい、はいはい、で、うん、その後はね、あの熊本とか八代とか、うん、まあ、中津久留米とかを今ちょうど入れてるところで、そうですか、うんうん、調整中、なるほど、ね、この九州ツアーね、はい、よろしくお願い、九州の方ね、はい、よろしくお願いいたします。じゃあそれズバッと言っちゃいますか、1月からの、1月 ね、まず、ね、うん、1月の明日はね、ブライトブラウンでしょ、はい、15日が金曜日、はい、千葉市のミュージシャンズパラダイスジャム、はい、パラダイスジャム金曜日ですね、パラダイスジャム、はい、16日土曜日、千葉ですね、はい、土曜日が市川市に元八幡、うん、クールジョージョ、クールジョージョ、うん、前もやったところ、ね、そうそう、去年もこれやってね、なのでちょうどこういう時期なので、うん、時間早めて、早めて、うんうん、はい、なるほどね、今回はやるんですけどね、問い合わせしてもらってね、はい、うんうん、はい、あとは関西中部ツアーが1月30日が大阪、堺ですね、堺ですね、はい、ファズでやる、あ、ファズですね、はい、大阪ファズ、はい、これ1月30日、三国が丘でしたっけ、はい、はい、三国が丘ね、三国が丘、それで31日土曜日が岐阜行きます、岐阜市ですね、うん、はい、ブルースハウス、JJ's ブルースハウスですね、JJ's ブルースハウス、それから2月7日が宇都宮、はい、ビートクラブスタジオ、これは配信なの、これ配信ですね、観客は、観客も入れて、うん、配信あります、まあ、制限はしてますけど、してますね、うん、ここの配信すごいんですよ、そうそうそう、映像が ね、うんうん、すごくね、映像すごかったよね、すごいの、あれぐらいの配信だったらしたいね、そう、素晴らしいですよ、 PV みたいなのもね、うん、もうライティングも、ううカメラもね5台ぐらいもう、うん、設置してて、うんうん、本当に、ね、テレビ局のスタジオみたいな、ね、そうそうそう、ちゃんとねライトの方も、うん、本当にプロの方が、そんな配信だったらしたいんだけど、俺、うん、機材がちょっとあんまりないからさ、見に行こうかな、うん、すごくいいですよ、ね、本当に、うん、今回 もう完全なそのアコースティックソロでこのアルバムの中から全部曲を、ね、やる予定で、なるほどね、はい、うん、そうですか、それからね東京でやりますよ、これ あとファンキートリオもやられてて、これファンキートリオっていう片野さんとドラムの、あと関君ですね、あ、関さんね、はい、うん、これも素晴らしいですよね、こ これ2月26日、南林間ハイダウェイ、はい、ハイダウェイ、これハイダウェイもういつもね、はい、僕らもねお世話になってね、はい、で2月、まさきさんがブッキングしてくれてる、そうだ、もうブッキング担当なんでしょ、あそこまさきさん今日おいでになってますけどですね、あの鈴木まさきさんって僕同じ会社だったらシャネルズじゃないですね紅白に出ない方です出ない方そうですね、27日が赤坂、
そう、赤坂のエムゼス、はい、これが27日ということで、あと九州ツアーがあって、うん、北陸とか、まあ、名古屋とか、東北の方も、回るっていう、ね、はい、これが4月ですね。そうですね、4月ですね。であと堺ブルースフェスティバルが5月の2日から、まあ、2日3日とあるんですね、うん、予定されてるんですけど ね、 こ、 ねこういう感じでですね、ライブね精力的にねやられてるみたいでね。そうですね、本当に頑張っていただきたいと思いますけども、はい、今日でもアコースティックギターをねお持ちいただいて、はい、何かまた生演奏、金尾さんせっかくなんでなんか一緒にやりましょうよ。もう、ね、やりますか。やりましょうよ。もう俺歌うのね、正月一発目なんで、あ、そっか、そうですか。金尾さんの歌を楽しみしてる方もね多分いっぱい、いやいや、なんか今日はね菊田さんゲストなんで、僕はもうちょっと今日はやめとこうかなとか思ったんですけど、と言いながら楽しみにしてね、金尾さんと一緒にやりたいんで、本当にやりましょうよ。いや本当にね、ありがたいですけども、僕の方ちょっとお便りだけチューニングする間にちょっとね、じゃあこれじゃなくてね、うん、メールでねアトランタからいただいたんで、アトランタ、今年一発目の音楽魂おめでとうございます。おめでとうございます。アメリカはコロナ大統領選で大変なことになっていますが、あ、そうだ ね、 ね、日本も緊急事態宣言でいろいろなことに影響が出るのではないかと危惧しています。本日のゲスト菊田俊介さん、新年おめでとうございます。おめでとうございます。今年もジャパニーズブルースをぶちかましてください。はい、頑張ります。ありがとうございます。です。より、あれだね、高橋師範で、続きましてはチャーリー佐藤さんですね、これはね、いただきました。じゃあ金尾さんに代わって、チャーリー佐藤さん、いつもありがとうございます、ね、金尾吉郎さん、投げ銭 FM 音中、金河新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。激動の1年が始まりました。頑張ってまいりましょう。新年一番目のリクエストは風の中で立てであります。それが多いな、ドンピシャだね、すごいな。今年はみんなで支え合ってまいりましょう。チャーリー佐藤さん、今日は3万円いただいてます。ありがとうございます。3万円、それじゃ あのリクエストのお答えしましてですね、いやー、見事に当たったね。いや実はね、今日は父の命日なのよ。あ、今日ですね。それで、うん、そのまあ父の思い出として作ったね、歌がその風の中で立てなんですけども、やっぱりこうライブやってたら親の死に目に会えないってよく言われますけども、やっぱりそばに入れなくて、でまあ しばらくして家に帰ったら、まあ家がもうなくなってたのね。でそこ駐車場になって、そこにこう風が吹いてたんだけど、それをね、いろいろ思い出して作った歌ですね、じゃあ今日は風の中で盾をリクエストのお答えしましょう、いきます。
険しくても リクエストにお答えしまして、風の中で立て、ありがとう。外からもね、いろいろ応援が来ましたけども、サムズアップが来てますよね、今ね。ありがとうございます。なかなかね、
もう20年ぐらい前にねもう父は亡くなりましたけどもね、なんかねあのいつもねなんかそばにいるような気がして、ただね初夢に親父とおふくろが出てきたのよ。すごい、初夢、うん、初夢に。それでね遠くで笑ってんのね。でその次の日にあの僕の生まれ故郷っていうのはあの福岡県直方市なんですけども、うん、直方市でリバーサイドマイホームタウンをね、あの要するに昼休みに市役所で毎回かけてくれるっていう連絡があったのよ。すごい、決定した。そうそう、それがね次の日に来たのよ。だからね、なんかね、それでニコニコ笑ってたのかなとか、いい知らせが、ね、そういうことはありましたけどもですね、あの、まあ、良くないことばっかりじゃなくてね、そういうね、いいこともね、あの、ありましたけども、まあ、今年はね、やっぱりある意味ではそのいろん試される時期かもしれませんね、あの人類がね、そういう気がしてますけどもね、リクエストありがとうございました。他に何かありましょうか。あ、もうお便りはね、全部。あ、そうですか。はい、ということでね、アルバムの話は、あ、ね、アルバムの話は先ほどしましたが、もう一度ご紹介しますか。あの、いやいや、あの近況を聞いたら学校で教えて、あ、あれ言ってて、そう今どんな感じになってるんですか ね。そうなんですよ、あの言っちゃいけないの。ちょうどあの去年のね、うん、あの9月から、うん、あの桜美林大学っていう大学が、まあ、の町田にあるんですけど、うん、そこでねギターをあの教え始めまして。ね、すごいじゃん。そうですか。大学教授になったの。客員教授。客員教授。うん、そうね。素晴らしい。それまでねあのクラシックの学科あったんですけど、うん、あの去年の初めぐらいだったかな、あのジャズポピュラー化っていうのができて、でそれでまあギターの学生が多いんでね、あの自分を呼んでくれて。うんうん、で9月からあの、まあ、教え始めたんですけどね。うん、あ、それ素晴らしいですね。だちょうどなんかタイミング的にね、あのコロナであのライブがすごく少ない時期に話いただいて、うん、だ結構普段 の、 あの例年だったらね、ひょっとしたらあのできたことか分かんなかったんですけど、うん、まあ、ちょうどもう、ね、暇してたしね、うん、分かりましたって言うんで、すごいね、面白いですよ。面白い、あの、うん、そう、若い子たちとやっぱり付き合うとね、うんうんうん、やっぱエネルギーがねすごくそう、うん、あるし、ね、それでほら生きたあの要するにいわゆるその理論とかねそういうものじゃなくて自分で体験したことってなかなか日本人として、うん、でシカゴでねいろんな、まあ、ミュージシャンたちとねあのいろいろやってきたこととかその人生のねあの深みっていうかね、うん、そういうことを経験されてるわけですからね、うん、菊田俊介さんっていうのは、うん、そういう部分ではね、うん、あのすごくねあの生徒たちいいかもね、はい、いいと思いますね、ラッキーですよね、うんうん、と思いますよ、ね、で結構それこそまあ、うん、学生だから大体18から20年、ね、1、2ぐらいじゃないですか、はいはい、中でねあのやっぱりこうあのブラック系の音楽好きだとかいうやつも結構いて、なるほど、うん、まあよくそのブルースとか知らないけどもなんかそういう感じのあの好きです、ジョン・メイヤー好きですとかね、なるほどね、そういうのもいるから、うん、面白いなみたいな、じゃあいろいろブルースも教えてやるよみたいな、ね、感じでちょっと、ね、ブルースに一人ずつ引きずり込む少しですね、あんまりやっちゃうとかあるんですけどね。いやでもねあのなんかどっちかというとやっぱ日本まあ、その評価っていうかね、うん、僕はやっぱりすごくなんかいつも思うんだけども、そのクラシックとかそういうものがまあやっぱりメインにね評価して、なんかブルースに対してはなんか結構ねあの評価低いっていうかね、そういう感じがするんだよね。低いというかほら、あの取り扱うなんか機会が少ないんですよね、うん、そうそう、テレビとかにしても、まあ そうだよね、うん、だってブッシュ大統領とかの前でやったわけでしょ。そうですね、向こうはだってね、クリント・イーストウッドが司会してそれでブルースやるんだからね、うん、まあやっぱりアメリカの音楽ですからね、まあね、うんうんうん、日本演歌とかやるんかね、天皇陛下の前で演歌やんないよね、演歌はね。でも私最近民謡が好きで、まあでもあの伝統文芸、あの伝統芸能とかね、まあそうですね、やっぱり歌舞伎とかね、歌舞伎とかね、歌で言うとだから民謡なのかしらね、うん、古い、ああそうね、民謡私最近すごいなんか深みがある、最近感じるブルースと通ずるものがあると思う。ああ確かにね、民謡ってそうですね、生活の中でやっぱ苦しいことをやっぱ ね、牛追い、南部牛追い歌とかあるじゃない、いろいろね、東北の方のやつとか ね、三味線の津軽三味線の歌とか聞いてると、ね、かっこいいよね、完全にブルースだなと思うね、もうだから、ね、根っこはそこから来てるよね、だからリズムがあるから向こうはああいう感じだけども、うん、って思う、なるほどね、うん、
それがありますよね。でね、今日はその菊田俊介さんにまた生桜田君とね一緒に何かやりますか、生演奏なんかやってくださいよ。いやいや、やる気ないしゅんちゃんやってほしいんだけど、ね、今日ゲストなんですから新春スペシャルですよ。喋りすぎたじゃないですか。喋りすぎて俺が歌ってたからね、もう金玉みたいになっちゃうから。そう、金玉じゃないですか今日。カノさん、せっかくなんで、もじゃもう一曲なんかね、ぜひぜひ、カノ、ね、うん、さん、なんか歌ってくださいよ。カノさんと一緒にやりたいだろ。やる気ない。いやいや、そんなことないよ。全然そんなことないんですけど、うん、いや用意してません、ね、なんか他のは、いや、なんかあのねえ、うん、まあ最後、まあ、もう一曲カノさんやっていただいて、うん、で時間があったら、 ありますあります、ね、じゃあちょっとやりますか、うん、またなんかいつもねラジオだとねカットするんですよ、僕が一番最後に歌って。あ、そうなんですね、時間調整で僕が歌ながら。そうなんですね。だからじゃあ最初なんかやったのいいですか、風の中で歌ってとか今フルバージョンでやったの珍しいですよ、うん、確かに、ね、長い曲なんですよね、うん、やりますか、じゃあしゅんちゃんの衝撃曲。じゃあやります、ね、いきます、うん、ああじゃあそしたらじゃあちょっとねチューニング、じゃあ一瞬サクッと変えちゃいますね、ということでね、オープンチューニング、オープンチューニングね、ちょっとスライドじゃあ一曲ね、あ、スライドいいよ、ね、これさっきちょっと言いましたけど、フランスでエルホゼットをね、はい、録音したやつなんですけど、へー、そう、フランス語でブルース歌うのかな、フランス語では歌わない、英語だよね。いや、彼はあったけど英語だよね、うん、ダンス語のブルースって聞いたことない ねちょっとエレガントになるかもね、ちょっと色っぽくなっちゃうでしょ、柔らかいっぽいかな、あ、じゃあね、新しいアルバムからじゃあ1曲、Look out baby I don't like the way you put me downLook out, baby. I don't like the way you put me down. The way you treat me, woman, drive me out of my mind. Look out, baby.How come you've changed your mind? Look out, baby. How come you've changed your mind? You told me that you love me. Now you wanna break your happy home.Since I met you, woman, day and night, I treat you like a queen, give you all my loving. Look out, baby. I don't like the way you put me down. You told me that you'd love me.Now you wanna break your happy home. Look out.We'll be right back.
sandwich woman, 6 days a week. Play my duck on blues and give you all my money. Look out, baby. I don't like the way you put me down. You told me that you love me. Now you wanna break your happy home. Look out, baby. Yay! ありがとうございます。Thank you. いやいや、すごいよね。お正月どうぞ。いやいや、ありがとうございます。本当にね、今日菊田俊介さんですけどもですね、まあその 今後のなんかそういう、活動もちろんライブ中心になると思いますが、はい、どういう風な感じですかね、展開とかってあります？今年、今年ですか？まあそうですね、まあ、今年ねこういう状況なんでね、はい、できる範囲で、まあ、ライブやりつつ、うんまあ、アルバムも出るのでね、うん、それのまあレコ発もできれば、はいまあ、やって全国ちょっと回りたいななんていうね、うん、思ってますけども。なるほど、うん、例えば地方に行かれる時っていうのはあれですか、その地方のそのミュージシャンたちと一緒にやる。そうですね、そういうパターンもねすごく多いですし、あと例えばフェスティバルなんかだとね、自分でバンドを例えばブルースカンパニー連れたりとかっていう、はい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 、本当ケースバイケースですけど、はいはいはい、今年はブルースフェスあるといいですね。本当だね、うん、なかなか ね結構ね大変じゃ大変なことにねあれですけども、だから青森のねブルースフェスも、ね、まあ例年だと大体もう今頃ちょっとこう話がだいぶこう出てくるんですけど、具体的にねゲストが決まったりとかね、なかなか、まあ、うんちょっとね、あ、加納さん、じゃあ今お知らせした方がいいんじゃないですか、はい、1月16日の赤坂フラットカンティーナは3月に延期になりました、はい、バンドでねすいません、うん、やる予定でしたけどフラットカンティーナ、延期になりました。いつで、3月の6日になるの、6日ですね、延期になりました、よろしくお願いいたします。あ、僕もすいません、いいですか、うん、1月29日のどこだっけな、ハイドウェイだっけな、うん、1月29日ハイダウェイさんのライブと2月6日の、うん、ウェアハウストメツさんのライブは、うん、キャンセルになりました、はいはい、頑張りましょう、頑張りましょう、ね、頑張りましょう。で、ももこちゃんからリクエストがあったんで、はい、最後にちょっとYou Never Give Up をご紹介しましょうかね、はいはい、キーはデーですけどね、こんなことでいいのかしらみたいなね、全然間違いです悲しい気持ちで Woman 暮らすのはやめなよ、星に抱かれ眠る夜、
つもそばにいる。ということで、ももこさんのねリクエストでお答えしました、はい、Never Give Up You っていうね曲でしたけども、今日のゲストはですね菊田俊介さん、ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。ね、楽しかった。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 俺、ライブよりも。ライブより、ライブよりって言ってた。ライブよりなんか、つい口が滑っちゃった。ライブも。いや、なんかね。いや今日はね特別ちょっとね、あのなんていうかな気持ちがね、まあ、昨日の今日ですか、ね、うん、なんか、うん、込めて、うん、いろんなものがこう込み上げてきて、込み上げてきましたね。なんかね、でもあの、まあ、いつまでたってもね、歌がちょっと上手くならないんだよね。教えましょうか。松下先生教えてください。いやいやいや、松下先生はでもあれでしょ、あの先生って言われてんだね。いやいや、そんなことないで、先生なんて言われて、言われてるじゃないですか、あなた、あの演歌の、演歌の演歌の先生。ああ、もうその話をすると長いので、その話は来週の金玉の時からね、あの続きましょうか。そうですね、松下先生って言われた、あの大御所の演歌歌手の方から。もうそれはね、もう、うん、まあ、後日それはまた後日ということですね。変な締め方になっちゃうもんね。来週はですね、金玉やりましょうか。金玉ですね、はい、金玉魂金玉ということになります。16日ね、はい、15、あ、15だ、15日ですね、ということでね、あ、それでね、1月の22日はあのハープの、女性、ほら、あの夏子さん、夏子さん、夏子ちゃん、うん、登場ですね。この間あの初登場、会いました。そうなの、うん、あ、そうか、そうか、知ってんの。知ってる。本当、じゃあおいでよ。じゃあおいでよってことなんか、まあ、うん、そう、15日はね、でも、うん、そうか、そうか、しゅんちゃんはライブです。あ、そうか、そうか、うん、空いてたら来てほしかったけどって。どこで？ね、あ、そうそう、千葉でね。あ、千葉でね、うん、ガムっていうところでやる。ジャム、ジャム、ね、うん、ジャムだ、ジャム、ジャム、ガムじゃない、ジャム、いや、あの、うん、ということでね、あっという間の1時間でしたけども、はい、ですね、あの今日は菊田俊介さんおいでいただきました、ありがとうございました。ありがとうございます。お相手は、はい、桜田健人、松下としみ、金尾義郎でございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。
りを埋め尽くす行き交う人の中に幻を見たんだ後ろ姿優しい